あ、すいません、お邪魔さん。遅れました。すいません、打ち合わせありがとうございました。あ、こちらこそ。打ち合わせの時にずっと思ってたんですけど、スーツめちゃめちゃかっこいいっすよね。あ、これ？はい。あ、これね、ナルディーン。ナルディーン。うん。僕もなんかずっと一着欲しいなと思ってて、うん、なんかさっき打ち合わせしてる時に見てすげえかっこいいなと思って。あ、近くだから行ってみる。あ、本当ですか、うん、行きたいっす。じゃあ行こう。このままマジですか、うん、ありがとうございます。ここ。あ、ここなんすね。そう、ジェンティリマーレ。なんか前はね、はいはい、あの5階にあったのよ。5階、はい、でそこはメンズだけだったんだけど、ちょっと実はメン&ウーマンってこう女性ものが増えたんですね。そうなんだよね。へー、そう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 。結構広くなってて、わー広い、すごい、いっぱいあるよ、こっちも。すごいですね。こんにちは、お世話になってます。ちょっと見せていただいてもいいですか。はい、すごい。この辺がね、ラルディーニのゾーンかな、ちょうど。これがラルディーニなんですね。そう。へえ。どの辺がいいんだろうな。なんかこの花柄を父親が着てた覚えがあります。うん、あ、本当？もう10年前とかかな。すごい可愛いなと思って、なんか憧れを持ってました。あ、本当？それをすごい覚えてて。ちなみにこれブートニエールって言って、ここフラワーバターなんですよね。もともとここに花を刺す。はい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 。まあ、結婚式の時にさ、男性は花束を渡すじゃん、はいはいはい、結婚してください、はい、で12本の、ね、バラをこう渡して、で OK ですって言われたらこう大体1本返して、ここに刺すんだよね。結婚したのに知らなかったっていう。ごめんなさい。もう一回やれば、ね、結婚式もう一回やります。もう一回やった時にそうですね、ぜひぜひ。それでここに花を刺すんだけど、それの代わりとしてここにアイコンをつけたのが、すごい可愛いですね。まあ、実はラルディーニなんだけど、はい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 、でナチュラルショルダーって言って、もう本当に肩パッド入ってなくて、うん、で、まあ、1枚仕立てで軽く着られる。なんか着やすそうですね。めちゃくちゃ着やすいよ。すごい、着てみる1枚いいですか。羽織ってみても、着やすい。どう？すごい楽。あ、つうかめちゃくちゃ似合うね。いい体してるからいいね。結構さ、ポイントが高いんだよね。うんうんうん、あのこの切ってるポケットの位置とかも、はい、このボタンの間隔とかもちょっと狭くて上にあるというか、上にこうポイントが来てるから、うんうんうん、足が長くなる。へえ、うん、なんか僕結構そのスポーツスタイルが多いんですけど、うん、やっぱもう結婚して、うん、そろそろやっぱりこのスーツスタイルもこう着てきたいなっていうのがあるんですけど、正直分かんないんで、なんかそれも自分に合うものを選んでもらいたいっていうのと、あとポイント、あ、どういうとこにこのスーツ、これ似合ってるけどね。これこのまま、このまま買ってっても全然いいと思う。そしたらこういう感じでもいいんですか。もちろんジョガーとかでもいいし、あの普通にデニムとかでもいいし。これで12万でしょ、これすごいおすすめだね、はいはい、これすごい可愛いな。でもっと、いやいやいや、ちょっと待って、やっぱちょっとイタリアっぽく行きたいんですけど、はいはいはい、言うのであれば、例えば少しこのぐらいの明るめの、ネイビー、これに、あ、かわいい、確かに、サックスブルーのシャツにちょっとネイビーのタイプ、うん、こういう感じで、こういうグレーのパンツとかで、あえてのグレーなんですね。グレーで、はあ、こういうちょっとスウェードのかわいい靴とか履くと、これもう完全にイタリアのミラノの街とかにいる感じだね、はいはいはい、だけどちょっともしかすると早いかもしれないよね。ちょっと可愛いんですけどクラシックっぽい、ね、そうだよ、逆にお父さんのイメージになっちゃうかもしれない、ね、そうですね。で今の本当にノア君ぐらいの感じでセットアップで軽く着れるんだったら、はい、例えばこのグレーとか、うん、もしかするとこっちかな。あ、ガラッと生地感が、これナイロンなんだけど可愛い、これで、ストレッチ効いてて、でこれセットアップだからスーツでも着れる。さらっとこういける感じですよね。さらっといける、さらっといける。これ着てみる。めっちゃ可愛いんですけど。あ、むちゃくちゃ似合うね。すごい楽で、あ、いいね。ストレッチも効いてていいね、いい感じ、似合うね。普段これに合わせる靴ってどういう感じの靴がいいですか。いや、でもスニーカーでもいいんじゃない、ね、まあ、普通に白でもいいし、はいはい、なじませてこれみたいに黒を入れてもいいし、はいはいはい、ちょっと色入れるんだったら遊びの時に。でもシックな黒とか白とかの方がかっこいいんじゃないかなと思って。
なんか星葉さんが履いてるやつとかこれもそうですけど、なんかやっぱシュッとしてる方がジャケットとかには入るっすね。そうだね、そうだね。でさ、これさ、実は見てもらうとすごいの書いてあるんだけど、ここに、はい、ここ見てみてください。マシンウォッシュが OK、 だから洗濯すれば全然大丈夫で、これこれさ、ネットついてんだけど、あ、わ、すごい。この中に開けて入れて、うわすっごい便利なんだよね。でさらにここあれなんだよね、ブレーサブルって言って、はい、通気性みたいなのがすごいいいんだよね。めっちゃ涼しいですもん。だってそうなんだよね、ほらやっぱ動く、はいはいはい、汗がどうしても出るとかって言った時になんかそういうの気になるじゃない、蒸れると気になります、ナイロンとかだと、はい、だからこれは全然その辺がなんかすごく計算されてるというか。であとはここに、ね、マーク分かる通りトラベルライトって、ね、はいはいはい、まあ、もちろんだから今はねなかなか行けないかもしれないけど、うんうん、はい、出張の時とかさ、はい、日本国内も含め海外含め、はいはい、ここ来てそのまま乗っちゃってもいい、飛行機。そのぐらいストレッチがめちゃくちゃ楽でしょ。めっちゃ楽ですよ。僕はもうこのまま運動できるんじゃないかっていうぐらい。そう本当にスポーツ素材ぐらいのイメージでなんかスーツとかセットアップを作ってるって感じで、まあ、新しい最新素材のだけど形はイタリアのクラシックを踏襲してるから、はいはいはい、ものすごくかっこいいというか、これ第一候補なんじゃないかなと思って、ね、僕もこれすごい全部可愛いんですけど、うん、僕の今の多分年齢とかこのに合ってる感じがします。そうだよね、だから初めてスーツを着る人とか、うんうん、若い人とかでまだラルディーニ入ったことないんだけど着たことないんだけど、あ、このイタリアの良さっていうのを体感するんだったら僕は、まあ、いいんじゃないかなと思うけどね。これかわいいな。ちなみにこのマスク気づいた？気づきました。これいつ言おうかなと思ってたこのお花とずっと被ってたんで非売品なんだけどね。あ、非売品なんですね。まあ、僕は食券がちょっとまあね、そうなんです。あの一応仕事をしてる、ファッションの仕事をしてるので可愛いから欲しいなと思って、星葉さんこれよかったらって言ってちょっと大事に品なんです、ね、使ってるんですけど、そうそうそう、すごい可愛い。こっちはまた違うんだけど、はい、チルコロっていうブランドとかもあるんだけど、はいはい、ちょっとびっくりするかもしれないんだけど、はい、これ触ってほしいのがこれ実はスウェットなんだよね。この柄なんですね、これ。そう、プリントなのよ。だから見た目はスイードっぽいんだけど、みたいな。確かに。そう、これは実はだからギミックが効いてんだよね。でもチルコロって非常にこの人気で、どう？いや、めちゃめちゃ楽っすね。ああ、似合うね、チェックもね。つまり男前だから。いやいやいや。僕ちょっとこうやって動かしてみて。めっちゃ動きやすいっす。めっちゃ楽っす。そうなんだよね。すごい。なんかみんなびっくりするんだよね、柄の割に動きやすいっていうか。そう柄に引っ張られるんで、はい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 、うん、すごい楽だけど、この柄とかも全部計算されてプリントしてるの。だから本当に色も綺麗じゃない。これとかさ、綺麗ですね、確かに。ツイードのジャケットって思うんだけど、いや実は確かに全然これが実はチルコロの一番の魅力なんだけど、チルコロ初心者が行くんだればこっち、あ、こっちなんですね、うん。で、まあ、今のイタリアのファッションが好きで、はい、少し人と違ったっていうところを考えるんだったらこのチェック、うん、こっちですね、うん。でノア君とかだと例えば年齢的に考えると、例えばこういう着たことないかもしれないけど、はい、あ、ないですね、ブレザーみたいな、これこれでかっこいいね。ちょっと着てみる。ブレザー多分人生で一回も着たことがないかもしれないです。白 T がすごい好きで、うんうん、なんかその白 T の上にちょっと着れるようなものってどういうものなのかなと思って探してたんですよ。あ、でも何が合うかそれもやっぱ分かんなくて、うん、今ちょっと模索中なんですけど。どう？あ、めちゃめちゃ可愛いですこれ。これ締めてダブルで、これ6つボタンダブルって言うんだけど、ここにこう締めるからですか。そうなんだけど、締めて着ない方がいい。あ、そうなんですね、うん、開けてきてるぐらいの方がかっこいい今。あ、で胸板でここで開くじゃない、はいはい、それでいいんじゃないかな。あ、これでいいんですね。本当は正式はみんなこうやってバチって決めてこう締める感じで締めてきたりすると思うんだけど、もう全然関係なく、あ、そうなんですね。いい感じの適当さがあった方が多分俺はノア君はいいんじゃないかなと思うね。かっこよすぎるから。だってこんなイケメンでさ、だってこんな身長高くてこんなスタイルが良くてこれ着て出てきたら、俺が女だったら多分気絶するもん気絶しますか。気絶する。だから あんまりやりすぎない方がいい。そういうことですね。とか勉強になる、ね、だからこういうさ、普
通のデニムっていいと思うけどね、こうやって、うん、これでかっこいいよ。確かにこれかわいいですね。あとはそうね、ちょっとイタリア人テクニック入れるんだったら、はい、タートルネックをタートルさらっとこう入れて、でデニムとか、はい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 、こうするとちょっと大人っぽくて。確かにタートル、おお好きですこれ。似合うね。デニム久々に履いたかもしれないです。デニムよっつか似合う。本当ですか、うん、なんか大人っぽくなりますね。大人っぽいよこの感じ。タートル大人っぽいけど、はい、そんなめちゃくちゃ決めてる感じじゃないでしょ。僕そうですね、俺もこれでかっこいいよ。なんかさっきの組み合わせでガラッと変わりますね。デニム履いてタートルするとやっぱりまた違う感じになりますね。でもイメージとしてはだからなんか白 T が好きだって言ってたじゃん、はい、白 T の感じだよねタートルって。うん、そうですね。って言っても星葉さんここネック長いし全然俺には白 T に見えないっていうのであれば、はい、こういうので。これだって白のスウェットじゃん。確かにスウェットですね。でこれ触ってみて、ちょっとカシミヤなのめっちゃ気持ちいい。この辺が大人なんだよね。はいはいはい、はい、そういうだから例えばこの中にこれ着ても同じだよね。うーん、白 T 感覚で着れるんじゃないか。これはフィリッポ・デ・ローレンティスって言って、はいはいはい、結構悩んでるでしょ実は。いやめちゃめちゃ悩んでます。あとはさ、やっぱりさ奥様と並ぶじゃない。そうなんですよね。並んだ時のバランスもあるから。そうなんですよ。そこも考えてもいいかもね。ちょっとやっぱり多分僕だけ買うっていうのはちょっともうできない気がしますね。あ、じゃあさ自分のを買うから、はい、奥さんの買っといくっていうのもってことですよね。テラスハウスで稼いだお金を全部使うことになる。いやいやいや、本当に怖いんで。ちょっとじゃあ大至急着替えてきて本当に怖いですけどこの辺が、あ、女性物もありますね。そうなんだよね。かわいい。でやっぱり並んだ時にかっこよく見えた方がいいと思うのよ、はい、そうですね。でノア君がさっきほらデニムとか、はい、白 T だとかって言ってたから、はい、一応白 T で、かわいい。でスニーカーじゃん、はい、多分かわいいですね。もうかわいいですねこの2つで、まあ、いわゆるペアルックで、はい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 、ちょっと恥ずかしすぎるじゃない、はいはいはい、あまりにもできすぎてるからちょっと変えた方がいい。ほんの少し。そういう時に例えばこういう色のジャケットでガラッと大人になりますね。でさっきのさ自分のノア君のコーディネートが来たら多分ちょうどいいんじゃないかなと思うんだよね。確かにめっちゃ可愛い。でこれも実はチルコロなんだよね。へー、ほらなんかすっごい伸びるんだよ。めちゃくちゃ着やすいんだよねこれ。最初さラルディーニのさスーツ着たじゃない、はいはい、まあ、セットアップっていうか、はい、あれで行くんだったら奥様は多分ねこうやって黒のワンピースとかで、はいはいはい、で黒のセットアップだったじゃん。そうですね。で白シャツでも白 T でも着てっていうのだったら多分ホテルでレストランのディナーとかは行けちゃうよね。逆に奥様カーキにかわいいですねっていうのもあるよ。これだったらね色がちょっと変わるから、はいはいはい、でも落ち着いてるからこれもありだと思う。これアスペジー、確かにカーキいいですね。でカーキで黒の靴とかで、はい、で自分はちょっと黒のセットアップでみたいなパターンもできるね。うわどうしよう。これ結構久しぶりに虹色ジーン以来、はい、ガチでコーディネートしてる。そうですよねなんか俺本気で今あの全部買わされるのかなと思ってますでもすごいいい買い物だよ。まあそうですよね。だってこれからさほらあの秋が進んでってさ、はい、なんかあのいやだってクリスマスがやってくるじゃない。そうですね。とかそういうね記念日ディナーなんて、俺すごいいい妄想してると思うな。なんかめちゃくちゃいい妄想が入ってすごいいい感じにこう追い詰められて説得されてますもん今いやー買っちゃいました。結局何買ったの。すごい迷ったんですけど、うん、シルコロにしようかなと思ったんですけど。あ似合ってたから ね。そうなんですよ。やっぱりラルディーニ。ちょっと今回初めてのセットアップを買うっていうことだったんで、うんうん、着る頻度を増やしたいなっていうのもあって。なるほど。ラルディーニの黒のセットアップですね。あ、まあ間違いないね。そうですね。あれすごい似合ってたし、ね、一応ということは、はい、じゃあ奥さん、奥さんは一応星葉さんがさっきあの見せてくれたやつ黒のワンピースあったじゃないですか、うん、黒がカーキ。そうなんですよ、うん、それで迷ったんですけどなんかカーキも可愛いなと思ったんで、うんうん、カーキのワンピースにしました。あ、いいね。はい、視聴者の皆様もですねぜひですねこのジェンティリマーレ
男性のものも女性のものも本当にいい感じのアイテムが揃ってるので、いろいろなアイテムチェックしていただいて、2人で素敵になってみてはいかがでしょうか。入りますかね。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。